星周一は、日本の実業家、伊藤中食品代表取締役社長や、日本加工食品卸協会副会長を務めた、山形県出身。1974年山形県立米沢工場館高等学校卒業。1979年一橋大学法学部、卒業、伊藤中商事入社。1998年、 ファミリーコーポレーション取締役。2000年伊藤中小児社、食品流通部食品流通第一課長。2001年伊藤中小児食品流通第一部長、大貢献食品流通第一課長。2002年雪印アクセス取締役。2006年伊藤中小児食料カンパニー、食品流通部門長補佐兼食品流通部長。 2009年伊藤忠商事食料カンパニー、食品流通部門長兼、CVS 事業推進部長。2010年伊藤忠商事執行役員、食品流通部門長。2010年伊藤忠食品取締役。2011年伊藤忠食品代表取締役、副社長執行役員。2013年から伊藤忠食品代表取締役、社長執行役員を務め。 集団型経営に当たった。2015年に本加工食品卸し、協会代表理事副会長、近畿支部長。2016年に首を痛め、伊藤中食品取締役相談役に退いた。2017年伊藤中食品理事。2018年 SBS ホールディングス非常勤顧問。2019年、SBS ホールディングス社外取締役。ありがとうございます。